マイケル・アンソニー・ガイエゴは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ウィッティア出身の元プロ野球選手、野球指導者。ウトを右打ち。現在は、MLB のロサンゼルス・エンゼルスで、ベンチコーチを務める。1981年の MLB ドラフト2巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。1985年に、 メジャー初出場するとその巧みな内野守備とつなぎの野球でチームの3年連続ワールドシリーズ出場に貢献する。1992年にはニューヨークヤンキースに移籍。ちょうど入れ替わりになるがデレクジーターと同じく遊撃手活つ背番号2であった。1995年はアスレチックスに復帰。 この年放ったヒットの28本はすべて単打であり、これは投手を除いた記録としては1912年以来のことであった。1996年からの2年間はセントルイスカージナルスに移籍し、アスレチックス時代の恩師トニーラルーサ監督の下でプレー。これを最後に引退。1999年にボストンレッドソックスのマイナーの内野守備コーチとして指導し、 2000年から2008年まではコロラドロッキーズの組織で内野守備コーチを務める。2005年からの4年間はメジャーのコーチとしてチームの守備力向上に尽力し、ナリーグを制覇した2007年のロッキーズのチーム守備率98,925はメジャー記録だった。特に遊劇手のトロイ・トロイツキーはポジション別で MLB トップの守備率987。 一塁手のトッド・ヘルトンはナショナルリーグトップの守備率999をマークした2009年から選手時代を過ごしたアスレチックスへ移籍した2015年8月24日に解任されるまで三塁コーチを務めた2015年11月からはロサンゼルス・エンゼルスの育成ディレクターに就任した2019年シーズンからはエンゼルスの三塁コーチに就任する 2020年シーズンからはベンチコーチに転任となる。妻のキャリンとの間に3人の子供がいる。長男のニコはカリフォルニア大学ロサンゼルス校でカレッジワールドシリーズに出場し、2010年にアリゾナダイヤモンドバックスに入団し、後にサンディエゴパドレスのマイナーにも在籍した。ありがとうございます。